ございます。おはようございます。はい、今ね、ちょっと暗いんですけどね、向かっております。はい、今日ね、しばちゃんが鮭でしたっけ。今日はそうですね、鮭ですね。はい、鮭を狙いに、ちょっと知床の方まで、知床の方まで行きます。はい、ポイント近くに着きました。グッモーニングヤブコギですね。そうですよ、やばいね、ここなんかヤブを どっから来てもおかしくないですなんか当たり前だよね、なんかヤブはもう北海道の釣りは、はい、ここからね、ちょっと酒釣りのポイントに向かいますね。早速酒釣りのポイントまで歩きますか。はい、すっげー綺麗、やっぱ波の音聞いたら落ち着きますね。さあ、だんだん歩きやすくなってきました。はい、ということでね、はい、現場に着きました。現場に着きました、はい、で今日はね、はい、助っ人の助っ人ってことで、はい、強力な助っ人を呼びしました。ビフォロのブルーマーリンさん、イケメンスタッフさんこと西川さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。釣り具店のスタッフさん、スタッフさん、はい、もうこの人をね、差し上げて酒釣り師はいないっていうぐらいうまい。マジそんなに、やばめちゃくちゃうまい。ごめんなさい、柴田君がわざわざどうにか釣果を出してあげたいってことで、はい、連絡してくれて、それで来ていただいたんですよ。そう、もう本当はね、今日仕事あったと思うんですけど、休んでもらってもうありがとうございます。やば、申し訳ないですね、ハイサイさんのために。ありがとうございます。早速もうやっちゃいます。やっちゃいますか。はい、はい、じゃあもうやっちゃいましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、イケメンスタッフたちが釣り開始です。今教えてもらったんですけど、はい、この浮きね、はい、秘密兵器があるみたいで。秘密兵器、これこの白いやつあるじゃないですか、はい、これなんと押したら光るんですよ。あ、いいやすごくないですか。めっちゃすごい。これで、浮きのポイントとか、はい、浮きがどこにあるか見やすくなるってことですね。早速、3363の、はい、キャスト行きますか。大円筒見ちゃってもよろしいでしょうか。人、はい、多すぎね、これマジ多いっすよね。これ普通ですか、これ普通です。なんなら少ないらしいっすよ、この量で、見て、はい、3363の釣り開始です。あ、結構飛ぶね。ほんといい感じで、釣れるの鮭釣りめっちゃ面白いことに、なんかあっちからドン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 って連続で来るらしいっすよ。はい、なんと朝の5時頃に朗報入りました。なんか手前の方で、あっちの手前の方でなんか当たったらしくて、はい、ちょっと期待できますね、これから。そうですね、なんか隣の人も当たった当たったーって言ってるやつもいたんで釣り始めるんじゃないでしょうか。スーパーさんどうですか。餌とか取られます。全然取られないですか、うん、何なんだろうね。難しいっすね、やっぱ。これ説明してもらっていいですか。そう、鮭って基本的にこの 45g のスプーンを使うんですけど、はい、なんでかっていうと、ちょっとやっぱ遠くに投げないと、はい、あんまりかかんない魚なんで、はい、遠くに投げるために 45g。そうで、表層をデッドスローでゆっくり誘いたいんですよ、はい、でやっぱ重たいと沈むじゃないですか、はい、なんでこの真っ赤な浮きをつけるんですか。つけるわけです。そしたら浮きが浮いてくれて、でその下でこうスプーンがふわ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 、はいはいはい、これで表層を引けるわけです。なるほど、はい、で針は、なぜかこのタコのついた針、タコベタコベ、はい、はいはい、
これが主流になってます。あ、これがじゃあ、あの鮭の、まあ、よく使われる仕掛けの一つなんですね。そうです、これがもうあのすごいメジャーというか一般的ですね。はい、はい、でこれに餌、はい、針を2本重ねてもらって、うん、針2本重ねて、そうで必ず身から刺してください。こんな感じでいいですか。そうです、身から刺すと何か変わるんですか。身から刺すと、はい、投げた時に、はい、あの切れにくくなるんで。これでいいですか。そうです、餌持ちがいいんで。ありがとうございます。なるほど、ありがとうございます。これで気持ちの分思い切り投げるっていうことですよね。そういうことです。あ、可愛いですね。めっちゃ、めっちゃ綺麗ですね、キャスト。綺麗。ママ引いた。ママ引いた。おー、結構引きますよね。すごく重い。重量感がある。おー、おー、いい、いい、いい。いいよ、いいよ。はい。OK、ママ。さあ。あ、いいのか。あ、メンタン？オスっぽい。オスですか？やったー！おめでとう！シャー、やった！ヌメ達成！よかった！めっちゃ綺麗！これなんかできた！これが！ほんまに、ほんまに、めっちゃありがとう！これはしっさけだ、すげえ！でかい。ありがとうございます。本当。やったー。ありがとうございます。いろいろアドバイスもありがとうございます。やった。はい、ということでね、次なるポイントを探して、はい、我々はさらにね、奥地に行くのであった。あのね、あの後ずっと狙ってたんですけど、はい、まああの一匹が最後でしたね。最後でした。だから一旦狙っ、もうこれはもう沖縄に持って行って、ね。それで全然釣れてなかったですもんね。釣れなかったですね。だから今回は奇跡ですね、バンマン。本当にバンマン奇跡ですね。あれ誰も釣れてない。本当に誰も釣れてなかったですもんね、うん、なんか普段だったら時間帯で 2,30 本上がってもおかしくないって言ってましたね。もう本当に今日用意されたかのような酒でしたね、あの酒は。そうですね、本当にすごかったですね。はい、ということで、はい、バンマンがね酒を釣って、今度は、ロックフィッシュを狙いですね。そうですね、はい、ロックフィッシュ。あのロックフィッシュとは何でしょうか。フルロックしないと取れない魚です。正解、違います。正解ではありません。ロックフィッシュとはあの寝魚っすね。はい、で、仕掛けなんですけど、今回ライトなタックルに、この黄金の玉は何ですかこれ。これは金の金の黄金の輝き玉は何ですか。名前なんて言うんですかこいつ。金玉です。はい、あのゴールデンボールらしいです。ゴールデンボールですね。これ、はい、重りなんですよこれ実は。はい、これにカットカツオつけて、はい、で餌釣りですね、今回していこうかなと思ってます。はい、バンバンヒット、ヒット、バンバンヒット。何これ、これ何これ。え、またもう一発目から、え、これですよ釣ってほしかったの。え、一発目、これすごいやつなんですか。カジカですね。母ちゃん、これ霜降りかな、霜降りカジカかな。カジカですね。カジカちゃん、おお。うわ、確かにモンスターだなこれ。そう、これのね、これが50センチ、60センチになるんで、それをね、今から狙ってほしいなと。これちょっと…食ってますかこれ。ちょっと合わせていい、合わせていい。はい、ちっちゃ、ちっちゃ…ついてる。おお、うわ、釣れた。お、ほんとだ、ちっちゃいカジカだ。おめでとうございます。あ、あれツーバーがなんか釣った。あ、あれ釣った、すごっ。ほんと、ありがとうございます。スーパー持ち、おお、スーパーさんが黒いやつ釣ってる。なんだっけ、エゾメバルか。エゾメバル、あ、いいや。おめでとうございます。頑張れ柴田、諦めるな柴田。おっ、おお、おお、でかい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 、来たぞ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 。おお、でかいでかいでかい、ランカーサイズ、よっしゃー、よっしゃー、ランカーサイズ。あ、かわいい。これ、しばちゃん、これ名前なんていうんですか。ベロカジカの仲間やと思う。ベロカジカ、いやすごい、やっぱ結構探りながらだから、うん、あの、僕らここで垂らすよりかなり当たりはありましたね。
はい、ということでね、終わりましたね。お疲れ様です。今日取れたのが、まずカジカ、カジカ、リゾメイワル、いっぱい釣れましたね。はい、いっぱい釣れましたね、これ、はい、あとはもう、アイナメなのかクジメなのかわからない魚、はい、謎の魚ですね。はい、謎の魚、分かりにくいところですね。はい、のこの食ったら4種ですね。4種ですね。これ短い時間でね、4種釣るっていうのはもう今回柴田井君と西川さんたちもご協力のそれね、もうちょっと我々も時間がないってことで付き合ってると思うので、もうこんな短い時間で楽しませていただいてありがとうございます。ありがとうございました。はい、西川さんも、うん、ありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。じゃあね、もう我々も今からちょっと戻ってやることがあるんで、続きに戻ります。はい、はいはい、ということですね、はい、もう最終日ですね。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。また3日間ガイドありがとう。任せてください。またね、はい、また北海道来ることあったら、はい、まあ、僕に任せてもらったら、はい、今回はちょっとね、天候悪かったんであれですけど、また今回もそうですね、はい、けどまあ無事、先も連れてね、お車も連れてダイヤも連れて、本当にありがとうございます。ありがとうございました。いい動画になりました。またね、お願いします。はい、柴田君ではもうちょっと迎え来てるんで、じゃあ、はい、次に、はい、では、帰らせてもらいます。はい、お席です。お疲れ様でした。ありがとう、ありがとう。はい、ということで、はい、もう今から帰ります。はい、はい、帰りましょう。着きました。いや、北海道の思い出、まあ、移動がめちゃくちゃ多くて天候にも恵まれなかったんですけど、はい、まあ、いろんな、まあ、釣り具店の方だったりとか、まあ、柴田君だったり、いろんな出会いがあってね、楽しかったですね。そうですね、楽しかったですね。北海道自体は寒かったんですけど、はい、今回人の温かさに本当恵まれましたね。そうですね、本当いい場所でした、北海道は。やっぱり栗もなんて言ってもね、はい、おしょろこま、はい、とても綺麗でしたね。綺麗ですね。バンバンが釣った、鮭も、はい、めっちゃ沖縄でもう絶対見れないですからね。そうですね、めちゃくちゃ貴重な体験でしたね。メンバーにお土産もできましたね。はい、そうですね、天気悪い中あれ出せたのは本当にでかかったんじゃないですか。本当みんなのおかげだと思います。はい、今回の遠征は終わりなんですけど、また帰ったらね、はい、メンバーが多分鮭をね、また待ってると思うので、はい、それも楽しみにしていきましょう。そうですね。はい、ということで今回、北海道遠征で、沖縄にいない魚を釣ってみたでした。はい、ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。